はい、それではこれから梱包をバラしていきたいと思います。はい、まず、こうやってスポーンと、抜くわけにはいかないので、はい、まずバンドを切る前にここ角っこを切っていきましょうね。はい、はい、ということで冷蔵庫を運ぶときは、はい、2人でやりましょうということだったんですが、まあなんとか1人で出すことができました。はい、ここでまず、はい、これご覧の通りカッターの刃もなんか切れないようなやつで、なるべく切れるやつ使いましょう。はい、ということでここも、1枚1枚あのパネル状にして、はい、段ボールは運んでいきましょう。その方が始末がいいと思います。はい、はいはい、冷蔵庫には傷はついていません。はい、大丈夫ですよ。はい、ちょっと絵がずれちゃったので直しましょう。はい、いいですね。はい、ではもうバンドも切っちゃいましょう。よし、はい、このバンドのおかげで、はい、運搬はやっぱり楽ですよね。おそらくこの下にエアジャッキが噛んでるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと痕跡がまだ分かりません。はい、で、はい、段ボールも一番も切ってしまいましょう。はい、もう床に、はい、カッターの刃が激突してしまいましたね、今ね、これね。はい、皆さんこういうやり方は絶対ダメですんで。はい、で反対側はいけないので、まずこれ上を取ってしまいましょう。まず、はい、上はどうしようかな。ここで無理やり取れないんで、ここはカッターでまず切っちゃいましょう。はい、で、はい、L の字にまず段ボールが、はい、まだ取れないかな。はい、こんな感じで、はい、で、運びやすいようにこれで切っちゃいましょう。よし、うわ、また床切っちゃった。はい、では悪い見本。はい、てなわけでここまで来ました。で、これが邪魔くさいんでね、まあ、まあ、この辺で切っちゃいましょう。ほんと切れないかったですね。では、もう邪魔くさい。はい、はい、ではビニール、
はい、で後ろに電源がありますね。これをまず取っちゃいましょう。はい、電気のコンセントはここにあるんですが、はい、いいですね、長さ的にこのままでしておきましょう。はい、という感じで、であとは下の、はい、こちらの台ですね、こちらから外していくという感じになります。はい、で、その方法はまずここですね、まあ、こうやって切っちゃいましょう。はい、でこんな感じ。よし、まあいいや。はい、これで、まあ、発泡スチロールはね、壊れちゃっても全然いいと思いますんで、はい、この状態でまず1回外しちゃいましょう。こう1個スタイロ、ん、これ発泡スチロールは外れないんだね。ということはこう押さえながら、はい、少しずつ、はい、で、ちょっと傾けましょう。少しずらしてこう来て、でそちら側には倒れても、まあ全然壁があるんで、なのでちょっとこんな状況にしましょうかね。そして、はい、まあ邪魔くさい発泡スチロール、これをまあちょっとこんな感じで一回折っちゃいましょう。はい、もう豪快に折りました。はい、でこれらこれも少しちょっと小っちゃくしていきましょうかね。はい、切れないカッターナイフなんで、これはちょっと失敗でしたね、持ってくるの。はい、まずエアジャッキが一つなかったのがどっかにあるか確認しましょう。あれ、下にもないな。はい、ということで一回こちらに前に倒して、はい、少しずらせれるかな。あ、ずらせれましたね。はい、うん、おっと、はい、よし、いいね。はい、無事に下の台から切り離すことができました。はい、で、エアジャッキがなんか一つ行方知れずだったような気がしたんですが、この下にはなかったですね。はい、あ、ここにありました、ここにありましたね。はい、あとは、奥にまずおっつけましょう。養生剤、はい、ないですね。こういうものを一回外して、はい、よし、後ろに何もなくて、あとは電源のコード、これが、はい、後ろ、うん、ということでこれは思いっきり伸ばしておいた方がいいですね。はい、こんな感じです。はい、
はい。そして、まあ物が入れば、今こうやってね引っ張るとちょっと動きそうだったけど、あ、それはこれか、足、これを足を固定しましょう。はい、これで動かないんですね。はい、後ろ何センチとかっていろいろあるんでしょうけども、まあ5センチぐらい空いてればいいんじゃないでしょうか。はい、という感じで冷蔵庫の設置が終わりましたね。はい、まずはこれしっかりテープを外して、はい、ここもテープがありましたね。はい、あとはもう大丈夫かな。はい、中にもテープがありますんで、こんなのもしっかり外しちゃいましょう。はい、中にね説明書が入ってますけども、これはここに置きましょうか。はい、で調整の仕方ということで、足カバーをつけろと。足カバーなんかあったの？はい、どっかに足をあれするカバーがあるということなんですが、はい、あ、ここですね、これこいつだね。はい、こいつをつけろということになってますね。はい、これが多分そのままスポンとこんな感じですね。はい、足カバー、よし、はい、入りましたね。はい、そして中のテープ、これはね、はい、とにかくもうあれですね、スイッチ入れちゃいましょう。スイッチ入れちゃいましょう、まずね。はい、では中明るい状態確認しましょうね。ああ、いいですね。わあ、新しい冷蔵庫は素晴らしい。はい、卵置きの、はい、これもしっかりここに置いて、はい、養生のテープが、固定のテープが多いですね。はい、よいしょ、本当に取りやすく外しやすくしてほしいですね。まあ端っこをこう折るとかなかなか難しいんでしょうかね。これが外すのが本当に一苦労です。はい、で、ここから水を入れて、はい、氷を作るという形でなってますね。はい、はい、おっと、はい、警報音が鳴りましたね。はい、でここは冷凍かな、あとここは、あ、ここは冷凍、ここは野菜室かな。はい、ということで、これ動くのはダメかな、本当はね。はい、てなわけで、まあこれゴミは後でしっかり片付けますけども、冷蔵庫の設置完了しました。以上、ご視聴いただきありがとうございました。